はい、ではですね、次は背中周り。背中周りはですね、普段見えないところなので非常に意識しにくいので、少し意識づけからやっていきます。で、ご自宅ではですね、こういうタオルを使っていただけるといいかなと。長さ的には、短すぎてしまうと難しいので、手を広げて、肩の幅よりも手をちょっと広げていけるような長さでいいと思います。で、持ち方はですね、小指から薬指、中指と握ります。で、少したわまないように軽く引っ張りながら、親指と人差し指はもうほんのにちょっとだけホールドする、このぐらいの感覚でやってあります。で、耳の高さよりもちょっと後ろでタオルを持つと背中をすごくイメージしやすくなります。肩が上がらないように注意してやっていきましょう。では整っていただいて、天井に手を伸ばすような形ですね。そうです。で、イメージは肩甲骨を下に下げていきます。このまま肘を引いて絞ります。はい、戻す。1、ここまで絞って、パワーアップ、2、絞って、3、絞って、シェッ、いいですね。ダウンダウンダウン、アップ、ゴッ、グッと、肘を締めるような形で肩甲骨を寄せていきます。7 8 9、ラスト、はい、 OK。では次は手を前に出していただいて、90度のドロップを作ります。そうですね。で、脇をちょっと締める状態で少し引っ張ります。そう、そのまま肘をまっすぐ後ろに引いて肩甲骨を寄せます。そうで、戻して、1、戻すときは前まで戻さなくていいので、肩と肘が、肩の真下に肘が来る形ですね。で、そこから引いてくる。そう、ナイス、5、肩甲骨と肩甲骨を寄せます。肩が上がらないように、6、ナイス、7 8 9、 OK。 ではちょっと横向きになっていただいて、最初 の背中を意識するポジション作りなんですけども、頭の後ろにタオルをですね、耳のちょっと一回掴みついていいでしょ、一回手で離せるんですよ。耳の高さでタオルをこのように鉢巻きのように巻いたら、ちょっとタオル持っていただいていいですか。そうです。で、少し脇を締めた状態を作ります。で、このようにタオルを前に軽く引っ張っていただけると前に押されると思います。で、このタオルを逆に後ろに押すように、少し頭を平行にですね、床の平行に持ってくると、首の付け根と背中に少し重さを感じるところがあると思います。後ろに押す強さとしてはもう1キロぐらいでいいです。ぐーっと強くやらなくていいので、あとは上がらないように注意して、はい、でそのまま手を開いて、この位置がスタートポジションです。そこから締めていくという形で最初のポジションを決めていきましょう。はい、ではまっすぐ戻ってください。ここからスタートしていきます。ここからスタートしていきましょう。はい、 OK です。では2回押していきましょう。はい、では次はですね、まあ、ご家庭にダンベルある方はダンベル、なければペットボトルの500でもいいので、片方ずつやっていきましょう。今度はじゃあ後ろ向きでいきましょうか。はい、そうですね、鏡の方向、はい、OK、 こちらを持っていただいて、はい、で、はい、右手、はい、ありがとうございます。で、右手から天井に向けて持ち上げます。 OK、 このまま肘を下げて締めていきます。そして元に戻す。そう、行きましょう。1、アップ、2、肘を締めて、そう、この肩甲骨から背中を意識してみましょう。そう、3、くびれも作っていきます。4、アップ、5、ナイス、6、7 8 9、
はい、OK。反対いきましょう。左で、そうですね。そのまま持ち、あ、軽く持ち上げて、そう、ここまで。で、そこから肘を引いて、絞る。よし。アップ。2、そう。3、4、ナイス。5、6、7、ナイス。8、9、ラスト。はい、OK。いいですね。では、両手で持っていただいて、90度。そうですね。で、肩甲骨を寄せる。下げてですね、ちょっと胸を引きます。そう。で、肘を引いてくる。そう。で、元に戻す。1、ナイス。2、ふーと3、ナイス。し、肩甲骨寄せる。オッケー。この肩甲骨、肩甲骨上げて、寄せる。ナイス。6、反動つかない。7、8、9、ラスト。はい、OK。いいですね。では、バンザイ軽くしていただいて、最後いきましょう。このまま絞って、両方で絞って、はい、アップ。1、絞って、そう、別に下げないように、2、ぐーっと寄せて、3、そう、絞って、シュッ、絞って、5、そう、ここを絞ります。6、ナイス、シュッ、8、キュッ、ラスト。はい、オッケー、ナイス。よいしょ。では、手をついていただいて、もう少し背中を意識していきましょうか。床をグッと押すような感じ。そうですね、しっかり手をついて、肘を伸ばして、先ほど一緒に肩甲骨を寄せて、そう、で、そのままゆっくり骨盤を持ち上げて、そうですね、三角形を作ってキープしていきましょう。一回下ろします。 OK。 ではいきますよ。はい、持ち上げてキープ。グッと吐く息でコントロールしましょう。頭少し下げて、そう、背中を寄せて、ナイス。胸を、胸郭を開いて、呼吸をしやすくして、背中に刺激、背骨に刺激を入れています。はい、OK。 次は今の状態から足をまっすぐ上げて、上げられる範囲です。交互に上げて下げてを繰り返していきましょう。まず持ち上げて、そう、アップ、そう、ナイス、ダウン、そう、綺麗ですね。ダウンするときにここが下がらない、素晴らしい。エッチ、エッチ、ナイス、エッチ、エッチ、はい、オッケー、ブレイク。お疲れ様でした。